ボノ、1960年5月10日隊は、アイルランドダブリン出身のミュージシャン。ロックバンド、U2 のボーカルであり、バンドのフロントマンとして知られる。クブ。U2 の歌詞のほとんどはボノによって書かれたものであり、そのテーマは、政治や宗教など、社会的なものが多い。特に初期の作品では宗教に関連したものが多く、U2 に、 宗教的なイメージ付けをするものとなった。しかしバンドが成熟するにつれ、彼自身やメンバーの個人的な体験について書かれた歌詞も増えている。国際的な事前活動家としても知られ、ノーベル平和賞の候補に3度選ばれている。1983年、ザ・フライに分した、ボノアイルランドのダブリンで生まれ育ち、 高校時代に U2 のメンバーや後に妻となるアリソン・スチュワートと出会う。ドラマーであるラリー・マレン・ジュニアの呼びかけにより U2 の前身となるバンドの活動を開始する。最初はギター志望だったがギターを所有しておらず他の候補者もいたためボーカルに回った。本人は女の子っぽい歌声なのでロックボーカリストには向かないと思ったが 1977年にラモーンズのコンサートを見に行ったとき、上位ラモーンを通して自分の声を見つけたという。1979年に U2 としてメジャーデビューした後は荒削りなボーカルや激しいライブパフォーマンス、大胆な発言などで注目を集める。作詞面では国内外の社会、政治問題を強く問題提起し、 社会派バンドとしての U2 のイメージをリードした。ウォーツアーのステージでは非暴力主義と普遍を表明する白い旗を振るパフォーマンスを見せた。1985年のライブエイドには、1983年の初来日時に入手した爪襟の学生服を着て登場。途中で、 観客席から引っ張り上げた女性と踊り始めたため、3曲演奏の予定が2曲で終わるというハプニングがあった。ボノが観客の女性を抱き寄せて歌うという演出は U2 のライブの定番になっている。1990年代からバンドと共に大きくイメージチェンジする。ライブではサングラスに黒装束のザ・フライ・メフィストフェレスをパロディー化した。 マクフィストなどのキャラクターに変身し、トリックスターのごとき本当なパフォーマンスを見せた。歌唱法も声量豊かな直球派から、ファルセットを駆使する技巧派へ変わった。2000年代には、かねてから関心のあったアフリカの発展途上国支援プロジェクトに積極的に取り組み、ミュージシャンと事前活動家を兼ねる多忙な生活を続けている。2013年公開の映画、 マンデラ自由への長い道では、信仰のあったネルソン・マンデラのために、オーディナリー・ラブを提供し、第71回ゴールデングローブ賞にて、主題歌賞を受賞した。スピングとデュエットするボノ・ポール・マッカートニーと共演する、ボノ・ユーツー以外の個人活動では、他のミュージシャンとの共演、カバー、楽曲提供、ライブへのゲスト参加などを行っている。尊敬するボブ・ディランのライブに参加したには、 風に吹かれての歌詞を知らず即興で歌ったこともある。2000年にはかねてより温めていた原案を制作し、ビムベンダース監督のミリオンダラーホテルとして映画化する。主題歌やサントラ制作も手掛けた。2003年には娘二人とイラストを描いた、ピーターと狼を出版した。付属 CD のナレーション、音楽担当は、親友のギャビン・フライデー。 2001年 G8 サミットにて、トニー・ブレア A 首相、ウラジミル・プーチン・ロ大統領、ボブ・ゲルドフと共に、ホワイトハウスにて、バラク・オバマ・米大統領と会見。1985年、エチオピア機が救援コンサートライブエイドに参加した後、同国の孤児院で6週間、夫婦でボランティアをした。この時、 自分の知名度と影響力をアフリカの貧困撲滅のために使おうと決意した。米英独仏のトップに会い、協力を呼びかけた。1990年代末よりスポークスマンとしての積極的な活動を始め、アフリカ貧困国の大概債務帳消しを唱える、ジュビリー2000運動に参加。ローマ教皇、ヨハネ・パウロ2世やアメリカ合衆国大統領をビル。 クリントンに面談し、運動への理解を求めた。2000年には、朝日新聞の、論壇に寄稿している。活動スタンスは、ロックスターとしての知名度や、話題性を活用し、世界各国の首脳や、財界人にアプローチして、通常レベルの意識啓蒙も図ろうとするもの。2002年のタイム誌の報道によると、当時米国の財務長官だったポール・オニールがはじめは、 よくあるセレブリティの売名行為と考え、ボノに会いたくなかったが、実際に会話をしてみると、アフリカの経済問題を、よく理解していることに驚いたと語っている。その後二人は、共に、アフリカへ視察へ行った。米国の共和党、タ高派筆頭として、国連を敵視しリベラルな政策に、ことごとく意義を唱えてきたジェシー・ヘルムズが、はい ボノに説得されアフリカ支援を表明したことは話題となった。2001年にはチャリティーシングル What's Going On オールスタートリビュートを企画。REM のマイケル・スタイプ、ブリトニー・スピアーズ、クリスティーナ・アギレラ、デスティニーズ・チャイルド、バックストリート・ボーイズ、インシンク、ジェニファー・ロペス、ネリー、ジャルールなど様々なアーティストが参加した。エイズ治療。 研究基金を募る目的だったが、発売後にアメリカ同時多発テロ事件が発生したため、収益の範囲分をテロ犠牲者の家族支援基金へ送った。2002年には、ジュビリー2000の延長としてデータを共同設立した。また、2004年よりワンキャンペーンの活動にも深く関わる。2005年7月の G8 サミットでは、 アフリカに500億ドルの援助と再貧困国18カ国の債務免除をすることを約束させた。同月には、ボブ・ゲルドフに協力し、ライブ8開催に貢献。同年10月には、アメリカ合衆国大統領ジョージ・ W ・ブッシュ、大統領と昼食をし、聖書の一節を引用しながら援助の約束を取り付けた。2006年1月の世界。 経済フォーラム年次会合では、売上げの1%が、エイズ対策基金に回るレッドを新設した。2006年7月には、ヤフーグループと提携し、各国の情報掲示板で、貧困をなくすために、何ができますかという質問をして、回答を募った。ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて、第32、9史の選ぶ、 歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて第26位。事前活動が評価され、2003年、2005年、2006年にはノーベル平和賞候補になる。2006年12月23日に英国大使館は音楽界への貢献と人道活動を評価し、名誉ナイト爵位を除意することを発表した。ただし、英国民ではないので、 サーの継承はつかない。他にも、2003年に、フランスのシラク大統領から、レジウンドヌール勲章を授与された。2013年7月に、フランス芸術文化勲章コマンドゥールを授与される。2008年5月27日、アフリカ貧困撲滅運動など、人道支援活動の功績により、慶應義塾大学から、名誉博士号を受ける。逆に、そのイメージが、 政治的に利用される場合もある。2005年3月、当時のアメリカ国防副長官で代表的ネオコンとしてイラク戦争を推進したポール・ウォルフォ・ウィッツがブッシュ大統領より世界銀行総裁に指名され、物議を加盟した。自分に人望がないことを自覚していたウォルフォ・ウィッツは批判を交わすために一部で 最も世界銀行総裁にふさわしい男との声が高かったボノに電話を入れて助言と協力を仰いだ。また、アイルランド出身であるが、アイルランド政府に海外援助を要請しつつも、アイルランドの法律の抜け穴を利用して節税した後、法律が変更されると、U2 の半券管理会社をアイルランドから税率の極端に低いオランダに移動させ、 毎年数十億円の節税を行っている。母国に納税せず援助だけを要求する行為については、アイルランドの音楽家からも非難されている。2014年、アメリカのフォーチュニ氏が発表した、世界で最も偉大な指導者50人において8位に選ばれた。2017年、タックスヘイブンに関する流出資料を、パラダイス文書に掲載されていた著名人の中に、 ボノの名前があった。節税目的で、マルタ共和国の会社を通じ、離島アニアのショッピングモールに投資していたとされる。ボノは投資家として、会社の不正行為を知らなかったと説明し、オフショア会社に関する、こうした報道を歓迎すると述べた。2019年、純資産が7億ドルを超え、世界で2番目に、裕福なロックスターと報じられた。ボノの由来となった。 補聴器店、ボナボックス、ボノとは、地元ダブリンでつるんでいた少年グループ内で付けられた、ニックネームであり、友人のグッギーが命名した。由来は、ダブリンの中心街にあった、補聴器店の店名、ボナボックスで、ボノボックスオブ、オコンネルストリートを縮めて、ボノになった。妻のアリソン・ヒューソン・カトリックとプロテスタントの深刻な、宗教的対立家のアイルランドにおいて、 カトリックの父とプロテスタントの母の間に生まれる。宗派を超えた両親の愛で育まれたことが、人種や宗教を超えた理想主義者というパーソナリティにつながる。14歳の時母が急死し、た手から荒れた時期もあったという。2001年には父が亡くなり、直後の地元公園で父に捧げる、アウトオブコントロールを歌い感動を呼んだ。 アルバム、原始爆弾解体新書、How to Dismantle, Anatomic Bomb には、父とのぎこちない関係を振り返る、サムタイムズユーキャント・キ You Can't, Make It, On Your Own を収めている。妻のアリソン・ヒューソンとは、ハイスクールの同級生だった頃から交際し、1982年に結婚した。彼女も、事前活動家であり、夫と共同で、ファッションブランド。 エズンを設立している。シングル、スイーテストシングはボノが妻に捧げた曲で、PV にはアリソンが出演し、誕生日をすっぽかしたことに立腹する彼女を、ボノが、あの手この手でご機嫌取りするというシナリオを演じている。アリソンとの間に、次男次女がおり、次女のイブ・ヒューソンは女優になり、2018年公開の映画、フッド・ザ・ビギニングでヒロイン役を演じる。 イブが2013年にニューヨーク大学を卒業した際、大学側はボノに名誉博士号を授与しようとしたが、ボノは卒業生の父親として出席することを望んでオファーを辞退した。U2 のアルバム、ソングス・オブ・エクスペリエンスのジャケット写真には、息子のイライザ・ヒューソンが写っている。彼が手をつないでいるのは、ジエッジの娘のサイアン・エヴァンスである。イライザも、ダブリンの学校で、 インヘーラーという名の4人組ロックバンドを結成し、ボーカル兼ギターとして2019年9月にメジャーデビューするという道を歩んでいる。1990年代より、講師ともにサングラスを着用する機会が多いが、2014年のインタビューで約20年前から緑内障を患っており、適切な治療を受けていると明かした。2014年11月には、 セントラルパークを自転車で走っている時に転倒して、左肘、肩、指を骨折する、大怪我を負い、金属プレート埋め込みや骨移植などの手術を受けた。翌年5月のインタビューでは、左手の指がまだ思うように動かせないと語った。また、事故をネタにした自虐的なコメディ動画を公開した。2017年にアルバム、ソングス・オブ・エクスペリエンスを発表した際、 詳細は話さないものの、シリアスな健康面の懸念を体験したことが創作に影響を与えたと述べた。2018年9月のエクスペリエンス・イノセンスツアー、ベルリン公演では、声が出なくなるトラブルに見舞われ、ライブが中止となった。その後、医師のケアの下で回復し、ツアーを続行すると発表した。演奏する楽器は主にギターやハーモニカだが、 稀にピアノやベースとを演奏することもある。ありがとうございます。